皆さん、こんにちは。かつて市川猿之助さん、尾上辰之助さんと共に平成の三之助と呼ばれ、若さあふれる歌舞伎ブームを起こした尾上菊之助さん、六代目尾上丑之助として初舞台を踏んだのは1984年なので、2023年で39年になります。そんな尾上菊之助さんですが、26日正午、某週刊誌にて不倫が報じられました。今回は尾上菊之助さんの不倫の全貌をご紹介いたします。尾上菊之助さんは2013年2月26日に中村吉左衛門の娘波野陽子さんと結婚されました。2016年には波野陽子さんと計4億円に及ぶローンを組み、港区内に超高級マンションを購入していました。また現在9歳になる長男は尾上丑之助を2019年に襲名し、現在歌舞伎役者としての道を邁進しています。他に2人の娘にも恵まれており、テレビ番組でも子供たちと奥さんに支えられての僕なんです、感謝しかありませんと愛妻家で子煩悩であることを存分にアピールしていました。歌舞伎業界では女遊びは芸の肥やしと古くから言われており、不倫が報じられていない役者の方が珍しいぐらいですが、尾上菊之助さんは今までの10年間一度も女性関係が取り沙汰されたことがなく、珍しく清廉なイメージを保っていました。しかしそんな中、ついに不倫が報じられました。お相手は日本舞踊に携わっている現在26歳の女性 A さん。東京の大学院で舞踊の修士課程を修了しており、日舞の師範資格を持っているようです。 A さんはスーパー歌舞伎にもたびたび関わっており、尾上菊之助さんとは舞台を通して出会われたと見られています。関係者曰く、目鼻立ちがくっきりしており、女優の春さんに似た女性だとのことです。アプローチを仕掛けたのはなんと尾上菊之助さんからでした。 A さんを気に入った菊之助さんは SNS でコンタクトを取り、食事に誘うようになります。男女の関係になるのに時間はかからなかったようで、それからすぐに A さんも菊之助さんの名前入りの手ぬぐいの写真をインスタグラムにアップするなど、匂わせ投稿が目立つようになります。2人は出会ってから2ヶ月ほどで交際関係に至ったようです。そんな中、歌舞伎界に激震が走ります。市川猿之助さんの一家心中騒動です。猿之助さんと菊之助さんは同世代ということもあり、他人事ではなかったはずです。猿之助さんの代役探しに慌ただしくなった歌舞伎界の波に菊之助さんも飲まれていました。一家心中騒動の2週間後の6月初旬には、博多座公演の稽古のため博多近辺の高級ホテルに滞在した尾上菊之助さん。しかし同ホテルには A さんの姿もありました。博多座関係者曰く、 A さんは振付指導の一員として参加していたようで、関係者専用出入り口から出入りする A さんが何度も目撃されています。全国を慌ただしく飛び回っていた菊之助さんでしたが、多忙な合間を縫っての家族サービスは欠かしませんでした。大阪での公演があった7月17日夜、菊之助さんは公演後、妻と3人の子供たちと合流、有名なお好み焼き店で夕食を済ませ、ゲームセンターで UFO キャッチャーに興じる様子が目撃されています。その夜は大阪の高級ホテルに家族揃って宿泊し、翌18日には朝から家族で USJ に向かいました。家族団らんのひとときを過ごしていましたが、この日猿之助さんが自殺幇助の罪で再逮捕されています。その夜に家族は帰郷していますが、菊之助さんは大阪に残りました。猿之助さんの再逮捕に心を痛めているのかと思われましたが、家族を帰してからすぐに関係者を連れてクラブやラウンジをはしごする菊之助さんの姿が目撃されています。5軒目のクラブを出る際は露出が多く、過激なドレスを着たホステスら数名に連絡先を教えてよと迫る姿も目撃されました。ホステスらは尾上菊之助さんだと認知していたので、関係者には渋っていましたが、菊之助さんには快く連絡先を渡したといいます。その後菊之助さんが高級ホテルに戻ったのは午前1時を過ぎた頃でした。そのまま就寝かと思われましたが、菊之助さんは女性に連絡、現れたのは先ほどのホステスの女性。
ではなく大阪公演には携わっていなかった A さんだったのです。週刊誌は博多座公演の時に同じホテルに滞在している言い訳として同じ舞台に携わっているからと言われることが分かりきっていたので、 A さんと菊之助さんが大阪公演では仕事かぶりしていないことを事前に調べて菊之助さんを張っていたようです。 A さんは同ホテルの低階層に宿泊していたようですが、菊之助さんに呼び出されると菊之助さんの待つ29階のプレミアルームに向かいました。一夜明け、ゆっくりと開いたドアから A 子さんが出てきたのは約6時間半後の午前8時半。音を立てずに扉を閉め、忍び足で長い廊下を歩き、エレベーターに乗り込みました。菊之助さんがチェックアウトしたのは約2時間後の午前10時半。それからホテルにほど近い松竹座へと向かったのでした。A さんは SNS にて、プライベートの旅行で大阪を訪れていることを明かしていました。7月23日夕方、稽古場へ向かう A さんに、週刊誌記者が突撃しています。菊之助さんとの関係は？何もありません。お仕事の関係ですか？いや、別に。菊之助さんが泊まっているホテルに A さんは出入りしていました。お仕事でご一緒する時があるのでたまたまかと。菊之助さんとは連絡も取らないですか？はい、舞台でお見かけするくらい。親密な仲なのでは？ありえません。そう言い残すと足早にその場を去りました。出演を終えて大阪松竹座を後にする菊之助さんも直撃しています。 A さんを知っていますか？はい。どのような関係ですか？彼女の舞台を見に行ったりするだけ。不倫関係ですか？ないです。お付き合いをされていますよね？彼女が大阪で部屋に行ったところを目撃しました。そうですか。女性は誰でしょう？記憶にないです。終始平静を装っていたようですが、記者曰く目は動揺を隠せてなかったそうです。猿之助さんの事件で歌舞伎界が揺れている中での不倫になりますが、その点についてはどのように考えているのかを尋ねると、と言い、しばらくうつむいて黙り込んでしまいました。その後、猿之助さんのことは彼のこともあるので私からは何もと論点をずらし、その場を後にしました。菊之助さんの業務提携先事務所に事実関係を尋ねたところ、次のように回答しました。相談ごとに乗るほど親しい友人関係ではあるようですが、決して交際関係にはないとのことです。記憶にないと回答したことに関しては、女性についてではなく会って話した正確な日時や場所が思い出せなかったとのことで、誤解を招き失礼いたしました。事務所ぐるみで苦しい言い訳を展開しているようにしか思えませんが、菊之助さんの不倫は今後の歌舞伎界にどのような波紋を呼ぶのでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。